今回は序盤から入手可能な強い悪性、黄金樹の恩寵の入手法を解説するよ。まずは意思権の鍵が3つ必要なんだけど、持ってる人はチャプターを飛ばしてね。嵐岡のボロ屋の祝福が解放できてない人は、概要欄の前回の動画を参考にしてほしい。ではまずここで鍵を一つゲットするよ。この祝福地点の後ろの建物に落ちてるんだ。青白く光ってるからわかりやすいね。二つ目はツリーガードさんのいる祝福地点。ここから東に進んでいくよ。ここに見える竜に焼かれた廃墟にあるよ。鍵は中央の階段がある裏の建物内にあるんだ。雑魚がいるけど無視しちゃおう。中にはネズミがいるから気をつけてね。さあこれで準備は万端だ。次は漂着墓地の祝福にワープしよう。すぐ近くにインプの像があるからそこで鍵を使うよ。これで先に進めるようになったぞ。しかしこの先は毒沼になってるんだ。でも途中で休憩地点があるから安心してほしい。まずはここを目指そう。ここで蓄積が減るまで一休みだ。毒耐性が高い場合はここを踏んで走るだけでもいけるよ。蓄積がなくなったら一気にダッシュで駆け抜けよう。ここまで来たら一旦ストップだ。やばい、車が振り返ったらダッシュでついていくぞ。左右に休憩地点が見えてくるけど、一つ目は無視して二つ目まで行くよ。車とすれ違ったらすぐ3つ目までダッシュだ。3つ目には敵がいるからすぐ下に落ちるよ。落ちたらそのまま下にダッシュだ。道が細くなったところで左側に落ちるよ。見にくいけど落ちた先には敵がいるからここもダッシュだ。階段を降りると火が飛んでくるから、しっかりと盾でガードしたまま突っ切るよ。突破したらそのまままっすぐ進んでいこう。ここまで来たらもう手に入れたも同然だ。しっかりと体力だけは回復しておこう。すぐそこに落ちてるんだけど、ここでチュートリアルのやつが登場するんだ。ダッシュで行くと吹っ飛ばされるから落ち着いて取ろう。ゲットだ、って喜んでたら後ろにもう一匹いるんだぜ。面倒だったら死んで戻ってもいいね。帰ったらすぐに装備しておこう。HP、スタミナ、装備重量の上限がアップするよ。これで少し生存力がアップするね。序盤から死にまくってる人はぜひ入手してほしい。では諸君らの健闘を祈る。